大きなテーブルは家族団らんのシンボルだ。行楽。連休なので行楽に出かける人が多い。本場。北海道はカニの本場だ。相席。小さな店では昼時は相席になることもよくある。褒美。お手伝いをしたら何かご褒美をあげるよ。 遺産。父の遺産で新しい家を建てた。台無し。せっかく美容院で言ってもらった髪が雨で台無しになってしまった。心構え。監督は選手たちに試合にあたっての心構えを話した。心地。強盗にピストルを向けられた時は生きた心地もしなかった。 根気。細かい作業を続けるのは根気がいる。意地。そんな意地の悪いことばかりしないで、人にはもっと親切にしなさい。自覚。新入社員の皆さん、社会人としての自覚を持って働いてください。偏見。女性が男性よりもか弱いというのは大きな偏見だ。 誘惑。ダイエット中に甘いものはいけないと思いつつ、誘惑には勝てなかった。束縛。恋愛は多かれ少なかれ相手を束縛するものだろう。油断。一瞬の油断が大きな事故につながることがある。野心。彼女は将来会社のトップになるという野心を持っている。 衝動。時々、大声で叫び出したい衝動に駆られる。信念。彼は、政治的信念を貫いて、当局に逮捕された。配慮。歩きながらタバコを吸うのは、周りの人への配慮に欠けた行為だ。ゆとり。引退して、ようやく生活にゆとりができた。 包容力。結婚相手には包容力のある人を望む人が多い。相応。学生なんだから、文相応の生活をしなさい。波<並>。両親は優秀なのに、息子は波の成績だ。体裁。家族内の問題が、よその人に知られるなんて、体裁が悪い。 背伸び。身長を測るとき、背伸びして3センチ高くした。愚痴。上司と会わないからといって、愚痴ばかり言っていても仕方がない。やじ。選手がグラウンドに出ると、敵の応援団からやじが飛んだ。差し入れ。差し入れを持って、友人の野球チームの応援に行った。声援。 オリンピックで自国の選手に声援を送った。首脳。世界各国の首脳が集まって会談を行った。介入。家庭内のトラブルには警察は介入しないのが原則だ。兵 A 国は兵を挙げて B 国に攻め込んだ。干渉。 会社が社員の私生活にまで干渉するのは問題だ。侵害。コピー商品は著作権の侵害だ。警戒。地震の後、住民は津波を警戒して高台に逃げた。危機。パンダは絶滅の危機にある。衝撃。壁にぶつかった車は、 衝撃でひっくり返った。情報。政府は誘拐犯の要求に一歩も情報しなかった。貢献。ノーベル平和賞は世界平和に貢献した人や団体に対して贈られる。推進。スクリューで船を推進する。整備。練習後、次に備えて、 グラウンドを整備する。歯止め。ここ数ヶ月、円高に歯止めがかからない。成果。この高得点は今までの努力の成果だ。正義。正義のために戦う。規律<立>。社会の規律を守って生活するのが大人というものだ。秩序。 震災後、日本人は秩序を持って行動したと世界に報道された。格差。ここ数年、賃金の格差が広がりつつあるようだ。犠牲。父は仕事のために家庭を犠牲にした。反乱<濫>。大雨で川が氾濫した。見込み。 工事の終了まであと3週間ほどかかる見込みだ。見通し。まっすぐで見通しのいい道路は運転しやすい。見積もり。引っ越しをするので複数の業者に見積もりを頼んだ。流通。地震のため物資の流通が滞った。停滞。 地震で道路網が大きな被害を受け、物資の輸送が停滞している。不審。今、CD の売り上げが不審だそうだ。廃止。世界には死刑制度を廃止した国が多い。繁栄。ローマ帝国は千年の繁栄を誇った。成熟。 果物が成熟する。飛躍。我が社は世界に飛躍する企業を目指している。両立。家庭と仕事をうまく両立させている夫婦は多い。統計。統計によれば、日本の貯蓄率は世界的に見ても高いそうだ。分散。プリズムに光を当てると、 光が分散して虹ができる。均衡<光>。この国では、現在は輸出と輸入の均衡が保たれている。蓄積。放射線そのものは体内に蓄積されないということだ。延べ。このダムの建設のために、延べ20万人が動員された。人材。我が社には、 有能な人材が集まっている。公衆。昔の軍人は、公衆の面前では、決して涙を見せなかった。教養。外交官には、高い教養が求められる。視点<店>。事故後の彼は、視点が定まらず、キョロキョロしていた。観点。 二人はそれぞれの観点から意見を述べた。左右。道を渡るときは左右に注意すること。直面。今我が国は大変な問題に直面している。把握。事故現場が混乱し状況を把握するのに時間がかかった。描写。この作家は 情景の描写がうまい。仕掛け。このおもちゃは簡単な仕掛けで動く。仕組み。ラジオを分解してその仕組みを調べた。コツ。魚をうまく焼くにはコツがいる。技。工芸品は職人の技の結集だ。先。 指の先にトゲが刺さった。先端。この車は時代の先端を行く装備を備えている。過程<庭>。実験の過程を記録しておく。期限<源>。文明の起源を探る。唯一。ここは国内で唯一の切手博物館だ。恒例。 毎年恒例の花火大会が明日行われる。目前。富士山を八合目まで登れば、頂上はもう目前だ。間際。電車が遅れて試験開始の間際に会場に駆け込んだ。群れ。この湖には毎年渡り鳥の群れがやってくる。正体。 それまで誠実そうに見えた彼女が突然詐欺師の正体を表した。罠。最近、イノシシの害がひどいので、あちこちに罠を仕掛けた。枠。窓の枠に虫が止まっている。艶。家具を磨いて艶を出す。影。南側に高いビルが建ったせいで、 うちは影になって日当たりが悪くなった。影。カーテンに人の影が映っている。柄。彼女は派手な柄の服が似合う。辻褄嘘をついたら話の辻褄が合わなくなり、結局嘘だとバレてしまった。差し支え。お差し支えなかったら、 電話番号を教えていただけませんかしわ寄せ。不況のしわ寄せで、うちの会社が倒産しそうだ。何らか。この問題については、早急に何らかの対策を立てる必要がある。命名。チケットは命名でお持ちください。 大きなテーブルは家族団らんのシンボルだ。行楽。連休なので行楽に出かける人が多い。本場。北海道はカニの本場だ。相席。小さな店では昼時は相席になることもよくある。褒美。お手伝いをしたら何かご褒美をあげるよ。 遺産。父の遺産で新しい家を建てた。台無し。せっかく美容院で言ってもらった髪が雨で台無しになってしまった。心構え。監督は選手たちに試合にあたっての心構えを話した。心地。強盗にピストルを向けられた時は生きた心地もしなかった。 根気。細かい作業を続けるのは根気がいる。意地。そんな意地の悪いことばかりしないで、人にはもっと親切にしなさい。自覚。新入社員の皆さん、社会人としての自覚を持って働いてください。偏見。女性が男性よりもか弱いというのは大きな偏見だ。 誘惑。ダイエット中に甘いものはいけないと思いつつ、誘惑には勝てなかった。束縛。恋愛は多かれ少なかれ相手を束縛するものだろう。油断。一瞬の油断が大きな事故につながることがある。野心。彼女は将来会社のトップになるという野心を持っている。 衝動。時々、大声で叫び出したい衝動に駆られる。信念。彼は、政治的信念を貫いて、当局に逮捕された。配慮。歩きながらタバコを吸うのは、周りの人への配慮に欠けた行為だ。ゆとり。引退して、ようやく生活にゆとりができた。 包容力。結婚相手には包容力のある人を望む人が多い。相応。学生なんだから、文相応の生活をしなさい。波<並>。両親は優秀なのに、息子は波の成績だ。体裁。家族内の問題が、よその人に知られるなんて、体裁が悪い。 背伸び。身長を測るとき、背伸びして3センチ高くした。愚痴<チ>。上司と会わないからといって、愚痴ばかり言っていても仕方がない。矢ジ選手がグラウンドに出ると、敵の応援団から矢ジが飛んだ。差し入れ。差し入れを持って、友人の野球チームの応援に行った。声援。 オリンピックで自国の選手に声援を送った。首脳。世界各国の首脳が集まって会談を行った。介入。家庭内のトラブルには警察は介入しないのが原則だ。兵英<イ> A 国は兵を挙げて B 国に攻め込んだ。干渉。 会社が社員の私生活にまで干渉するのは問題だ。侵害。コピー商品は著作権の侵害だ。警戒。地震の後、住民は津波を警戒して高台に逃げた。危機。パンダは絶滅の危機にある。衝撃。壁にぶつかった車は、 衝撃でひっくり返った。情報。政府は誘拐犯の要求に一歩も情報しなかった。貢献。ノーベル平和賞は世界平和に貢献した人や団体に対して送られる。推進。スクリューで船を推進する。整備。練習後、次に備えて、 グラウンドを整備する。歯止め。ここ数ヶ月、円高に歯止めがかからない。成果。この高得点は今までの努力の成果だ。正義。正義のために戦う。規律<立>。社会の規律を守って生活するのが大人というものだ。秩序。 震災後、日本人は秩序を持って行動したと世界に報道された。格差。ここ数年、賃金の格差が広がりつつあるようだ。犠牲。父は仕事のために家庭を犠牲にした。反乱<濫>。大雨で川が氾濫した。見込み。 工事の終了まであと3週間ほどかかる見込みだ。見通し。まっすぐで見通しのいい道路は運転しやすい。見積もり。引っ越しをするので複数の業者に見積もりを頼んだ。流通。地震のため物資の流通が滞った。停滞。 地震で道路網が大きな被害を受け、物資の輸送が停滞している。不審。今、CD の売り上げが不審だそうだ。廃止。世界には死刑制度を廃止した国が多い。繁栄。ローマ帝国は千年の繁栄を誇った。成熟。 果物が成熟する。飛躍。我が社は世界に飛躍する企業を目指している。両立。家庭と仕事をうまく両立させている夫婦は多い。統計。統計によれば、日本の貯蓄率は世界的に見ても高いそうだ。分散。プリズムに光を当てると、 光が分散して虹ができる。均衡<光>。この国では、現在は輸出と輸入の均衡が保たれている。蓄積。放射線そのものは体内に蓄積されないということだ。延べ。このダムの建設のために、延べ20万人が動員された。人材。我が社には、 有能な人材が集まっている。公衆。昔の軍人は、公衆の面前では、決して涙を見せなかった。教養。外交官には、高い教養が求められる。視点<店>。事故後の彼は、視点が定まらず、キョロキョロしていた。観点。 二人はそれぞれの観点から意見を述べた。左右。道を渡るときは左右に注意すること。直面。今我が国は大変な問題に直面している。把握。事故現場が混乱し状況を把握するのに時間がかかった。描写。この作家は 情景の描写がうまい。仕掛け。このおもちゃは簡単な仕掛けで動く。仕組み。ラジオを分解してその仕組みを調べた。コツ。魚をうまく焼くにはコツがいる。技。工芸品は職人の技の結集だ。先。 指の先にトゲが刺さった。先端。この車は時代の先端を行く装備を備えている。過程<庭>。実験の過程を記録しておく。期限<源>。文明の起源を探る。唯一。ここは国内で唯一の切手博物館だ。恒例。 毎年恒例の花火大会が明日行われる。目前。富士山を八合目まで登れば、頂上はもう目前だ。間際。電車が遅れて試験開始の間際に会場に駆け込んだ。群れ。この湖には毎年渡り鳥の群れがやってくる。正体。 それまで誠実そうに見えた彼女が突然詐欺師の正体を表した。罠。最近、イノシシの害がひどいので、あちこちに罠を仕掛けた。枠。窓の枠に虫が止まっている。艶。家具を磨いて艶を出す。影。南側に高いビルが建ったせいで、 うちは影になって日当たりが悪くなった。影。カーテンに人の影が映っている。柄。彼女は派手な柄の服が似合う。辻褄嘘をついたら話の辻褄が合わなくなり、結局嘘だとバレてしまった。差し支え。お差し支えなかったら、 電話番号を教えていただけませんかしわ寄せ。不況のしわ寄せで、うちの会社が倒産しそうだ。何らか。この問題については、早急に何らかの対策を立てる必要がある。命名。チケットは命名でお持ちください。